ミレナラシッチは、セルビアの女子バレーボール選手、パンチェボ出身。ポジションはセンター。セルビア代表。2007年に、ディナモパンチェボへ入団し、プロバレーボール選手としてのキャリアをスタートさせる。2010年にフランスリーグの強豪、RC カングに所属し、2011、12シーズンには、欧州チャンピオンズリーグで並み入る強豪を破り、準優勝に輝いた。 2014-15シーズンはトルコリーグの競合ワクフバンク SK に移籍した。2017年と2018年の欧州チャンピオンズリーグでは2連覇を果たしベストミドルブロッカー賞を受賞した。2009年にセルビア代表に初選出され2010年の世界選手権に出場した。長身から早く高いクイックが得意でそのポテンシャルの高さを見せつけ、 センターの層の厚いセルビア代表からその後もスタメンとして定着。ブロックにも優れ、常に国際大会のブロック数ランキングで上位に名を残す。2011年のワールドグランプリでは3位となり、自身もベストスパイカー賞を受賞。同年の欧州選手権では初の自国開催で金メダルを獲得し、翌年にはロンドンオリンピックに初出場した。 2013年の FIVB ワールドグランプリでは2大会ぶりの表彰台となる銅メダルを獲得した。2014年の世界選手権では7位となった。2015年のワールドカップ、2016年のリオ五輪ではそれぞれ銀メダルを獲得した。2017年は代表チームで首相を務め、欧州選手権で金メダルを獲得した。 2018年の世界選手権で金メダルを獲得した。2021年開催の東京2020オリンピックでは銅メダルを獲得。同年9月の欧州選手権を最後に代表から引退することを表明した。ありがとうございます。